当時のこととか覚えてますか？覚えてます。初めての CM も覚えているし、うん、太陽と海の教室、人生のファーストキスなんですよ。やっぱり、うん、そりゃそうだよね。で、当時マネージャーさんも現場に来てなかったんで、うちの母が現場に来てたんですよ。でその時は本番はキスとか接触ないのでみたいな言われてたんですか。ほう、で本番いざ母もモニターで見てる前で、じゃあしてみようかっていうので、したんですよ。ちょっと詐欺まがいじゃない。いやもうしてみようか。初々しい感じっていうか、本当にドキドキする感じを監督的にも演出してて、わかりますよ。いやでもすごいいい芝居でしたよね。本当はね、ウィーウィーしい、ドキドキ感が伝わってくる、ね、伝わってくる。でも、うん、我が子がテレビの目の前でチューしてるのおかんからしたらね。いやなんかちょっとどういう心境だったのか聞いたことないんですけど。おかんもそうだけど子もやよね。いやもう帰りのロケバス隣に母がいて、うん、ずっと窓見てました僕は。学校はどうだったの？学校は、うん、なるでしょ、なんか、なりましたね。なるよね。注意してた、匠注意してた。なりました。なるよね。だなんかちょっとその卒業するまで、うん、ませたやつみたいな。あ、そっちなんだ。もう知ってる。大人を知ってるね。感じでは。そっか、じゃあよかったね。ちょっとまだね、そっちのちょっとリスペクトの方に入ってんだ。はい、まだこういじりとかよりはそっち。あ、よかったよかった。